グリーフサポートをご存知でしょうか。大切な人を失った悲しみに寄り添い、心の支えになろうとする試みです。港区で今日、グリーフサポートについて一般の人に理解を深めてもらおうという講座が開かれました。NPO 法人暮らしのグリーフサポート港が開いた講座には、区民などおよそ50人が参加しました。この中で自殺対策に取り組む NPO 法人の清水康之さんが、誰もが自殺に追い込まれることのない社会を目指してと題して講演し、地域ぐるみで自殺対策を進める重要性を訴えました。会社を辞めて、あるいは家族が亡くなって孤立した人であっても生きる生きがいを持てるようなものを社会として作っていくことが必要なんだろうと思います。主催した NPO 法人は、グリーフ、悲しみと寄り添って生きていくことや、それを周りで支えていく方法などについて多くの人に知ってもらいたいとし、今後毎月1回のペースで講座を続ける考えです。